皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もゼロ赤い蝶遊んでいきましょう。さあ前回ですね、再びの暴走のせいに今度は桐生家の2階に向かっていた姉の真由でですね、美桜ちゃん多分正門かな、桐生家の向かっていきます。裏口からは入っていけなかった。鍵がかかっていて、どうやって突破した姉ちゃんよ。今ですね、朝の5時。明るいんだよな。日差しで見えないという。こっち。なので、部屋を真っ暗にして、カーテン閉め切って遊んでおります。鋼さんは寝ております。背後で。さあ、どうかな。これで多分いけるはず。玄関の扉を塞いでいた気配が消えている。ここから建物に入ることができそうだ。さて、6の国、奇跡。あ、なんかいるなんかいる。そっちらしい。見つめる人形。人形？人影とかじゃなくて。だいぶでっかい亀ね。と、なんていうの？かまどか、そう、あのガスのないガスコンロ。石造りのかまどには釜がかけられたままになっている。炉の中はすすと埃にまみれており、長い間疲れた形跡はない。ただそう、火は灯ってんだよね。これ、どういうマップ？そこにアイテム。玄関。ああ、これこういけるんだ。ちょい待ってな。まずこっちを見ようね。ついたてあってからのアイテムないかな。これも素通りができない。炊き上げられた布はかけられている。長い間吊り下げられていたため布の色は落ち生地も傷んでしまっている。自分さ、たまに松茸梅の並び順がねごっちゃになるんだな。松竹梅、あの感じわかる。でね、ここら辺、これももう何もないかな。となると、見つめる人形があって、これどうなってんの？怒ってない？あ、でもね、2体。ただインタラクト、これはできない。うお、なんだこれ。なんかものすごい力で、ね、あとさ、あのさ、そこなんか浮いてない？それ。あのね、ほら、ああ、吊るされてんのか。首吊り人形。ほんで、これが行き止まりね。これ扉に見えるんだけど違います。こっちしかない。意外と狭くない？ここ。ああ、でもこっから広がるのかな。で、万葉が。よし、久しぶり。わーい。待て。あれ、どこ行った？早かった。どうして殺すの？殺さないで。いや、これ不気味だな。サムネにしたいな。ねえ。なんだこれ。これやっぱ首吊りか。首吊り人形。タンスの中には小さい着物がたくさん収められている。人形の着物のようだ。シルバニアファミリーだ。と、一音式。ありがとう。これ落っこってんの？あとは？これもいいね。こうちゃんとほら、当たり判定があるんだ。これリアルね。なんかプレス2ながら。物理演算がある。ここなんかこれ意味深なんだよな。すごい。なんだこれ、何やったの？リフォーム途中でこれやめたんか。これもうないね。首吊り人形の部屋。そうだね、こっから進むしかない。
で、何？これ、一回座敷廊下。ああ、で、こう繋がってんだね。はっ！どっちどっちどっち。いやー、あ、ギリ、いや、間に合ってないね。ちょい遅かったな、クソ。殺したくない。殺したくなかった。めっちゃ不気味じゃない？しっかりと閉じた襖は開きそうにない。家が古く、部屋全体が歪んでしまってるのだろうか。へえ、蹴破ればよくない？こんなんバーンつって。これ、ちょ待ってね、カメラがね、急にこう、クッと変わるせいでね、わかんなくなるんだよな。どこにこう、どう向きで立ってんのか。そこにアイテム。あと奥もか。よし、61式。同じような部屋。今ですね、ちょっと待ってね。フィルム。61式。そう、結構これあんだよな。まあ、バンバン使っていこう。あと90式。まあでもこれ2周目かな。温存して2周目っていう選択肢はね、全然ある。これ限ってる。となるとこっちも限ってない。あ、でも個室かな？なに？あ、閉まったのね。勝手にこれ解除すんな、カメラを。これ仏壇かな？位牌。どう？紫の表紙の日記。仏壇に古い本が置いてある。これ日記なの？いや、やべえの来たな。どうして殺すの？どうして殺すの？紫シリーズ。どうして殺すの？誰が誰に書いたんだろう。仏壇には蜘蛛の巣が張り巡らされている。仏壇の左右に空間があるようだが、暗闇で何も見えない。これも謎解き？壁の穴から隣の部屋が見える。え、見ろよ。これ、さっきんとこじゃないのかな？あ、鍵んところか。人形が一つと、食台かな？これ何？蜂が折れ、破片があたりに散乱している。こんだけ。あ、よし、万葉眼。そう、これ向きがあるんだよね。インタラクトの。あと、これ着物かな？もうないかな？机の上に、位牌と、数珠と輪が置かれている。建てられた書には、お経らしきものが書かれているが、読むことができない。あ、ね、YouTube でね、こういった、なんかね、こういう、感じのね、ループ映像を作ってる人いたな、そう。取り壊しの決まった実家を利用しました、つってね。ほんとなんかね、なんていうか、こういう感じの雰囲気に仕上げたんですよ。いろいろこう加工して。あれ、怖かったな。あれ、なんつったかな。動画のタイトル。ちょっと見つけたらね、紹介しておきますね。で、左に行ける、さらに。まっすぐも行ける。まあ、まず、なんだ？大丈夫ね。まず、そうね、やっぱ個室を潰しておきたいね。これ、なんかホローナイトのさ、あいつかと思った。なんだっけ？ほら、あの人よ。わかるでしょ？あの人、ほら。部屋の角が屏風で仕切られている。屏風の後ろにも少し空間があるようだ。あいつ、なんつったっけ？ゾット。ゾットだったっけ？いや、ゾットはベルセルクか。なんだっけ、あいつ。で、押し入れ。埃をかぶったいくつかの箱を収められている。中には古いひな人形がしまわれているようだ。床の間に壺と掛け軸が飾られている。壺割れ、破片が散らばっている。で、ここにアイテム。万葉眼、よし。
さて、どうすっかね。こういって、そう、ああ、これ、さらにこれ分岐ってんのか。ちょっと分岐だけ見て戻ろうかな。そっち扉ね。ああ、で、これこっちも扉。扉、扉にさらにここに扉っていうね。じゃあ一番やっぱ手前かな、まず。こっち。そうだね、本作のいいところ、やっぱね、戦闘に意味があるというかね、あー、これ上行くの？戦って勝つことにメリットがあるんですよ。で、逆にバイオはないんですよ。バイオハザード1とか2とか、弾使って終わりっていうね、まあ敵減るからいいんだけど、ただこっちね、ポイントになるからね、これが本当に嬉しいかな、自分としては。大きな物体、これは布ってる。で、セーブかな。これ、どう行こうかね。どの順番で行くべきなのか。そうだね、お姉ちゃん。まあ、2階に先に行ってしまってもいいんだけどね。ここも広いな。そっち奥行けるっしょ？これ、どうなってんだろう？これ行けるの？これ。あ、これ鍵ってんだ。じゃあ、ここで、まあ、2階かな。ちょっとパパッと見て、どうなってるか。いや、2階、3階？これで、ここ暗い渡り廊下のあの空間じゃなかろうか。ですね。2階階段廊下。で、これ渡り廊下って、こう繋がってんだな、多分ね。ここら辺の棚は何もないか。ここ怖っ。この円形になるのほんと怖いんだな。何ここ。おや、でもね、こっちしか行けないんだな、これ。え？あー、でもそこに、これが扉ね。あれ？なんだこれ？ここにこう繋がってんじゃないの？ちょっと待ってな。うわ。何これ？地蔵？いや、なんだこれ。即身仏？怯える女。え、これ何？調べらんないし。で、アイテム。よし。念珠を取って。なんだよ、こいつ。異様すぎるだろう。他ないかな。あ、待って待って。今なんか絶対なんか聞こえた。ゾクッとした。なんて言ってた。前もね、なんか別の部屋に入った時に2回目かな。あのね、お帰りっていう声がね、入ってました。ゲー細かいね。で、そっちのあそこはね、崩壊してるんで、ちょっと見に行こうね。多分、行けないんじゃないこれ。逃げ遅れた男。ああ、崩落したってこと？天井や床が壊れ、崩れ落ちている。奥にも部屋が見えるが、とても向こう側に入れる様子ではない。よしよし。じゃあ、行かなくていいね。よし、じゃあ、こっちかな。まず。で、ここ、これ何？ 2 階の吹き抜け。こっちに来る。でも、渡り廊下。どっちかっていうと行きたいの、こっちなんだけど、こう行くんだな。あー、で、ここに繋がっちゃうのかな。とりあえず行ってみようか。行けばわかるさ。なんかね、音がする。ここもなんだこれ。何の空間？あそこにセーブポイント。セーブポイント？なぜ？
箱の蓋、これは閉まってる。開かない。ああ、でもこれ絶対、絶対なんか出てくるだろ、これ。ほんで、待ってな、セーブ、先にじゃあセーブする？なんだここ。異様すぎない？吹き抜け。もう吹き抜けだよ、うん。まあ吹き抜けだな。まあ吹き抜けなんだけども。一階に行ける。ちょい待ってね。じゃあ先に。さっきそっち見て、これで、もう行けないのか。これぐるっと回って箱あって、まっすぐ。これ行けば、ここでこう開通ってこと？左は行けませんね。そうそうそう。で、これが扉ね。どうかな？よし。さあ、これで開通しました。ショートカット。こっち側ね。で、下っていけば、あれがある。映写機。いやー、ここであの、ルール・オブ・ローズの斧欲しいな。扉を全部かち割っていける。怒ってたけども、どこだ、下、あだよね、そこだよね、なんかもがいてるわ。ちょい待ってな、あれは多分弱いんじゃない。待って、今行く。成仏。なんだこいつ。これはね、ちょっと弱いと思うんだよな。あー、でも消えたな。おーい。上からそうなんかドーンってくんの？はい。これちょっとフィルム使うな。あ、で、また多分上から来るわ。そう。よし。あ、でも、いや、上からと思いきや、なんだこいつは。さらに？あー、今の瞬間か。あの一瞬が、なんだっけ、ゼロなんたら。忘れたわ、名前。よし、これどう？フェイタルフィルムよし。さあ、ジャストキル。と、なんでしょう。フィルムリール3。ここでか。フィルムか。ただまあフィルムに関してはこれぶっちゃけ、あれだよね。再生しなくてもクリアに関係ないもんね。しようがしまいが。だと思うんだよな。で、時計がある。壊れた時計の破片の中に赤く光るものが落ちている。シリア奇跡。これもぜひとも聞いとこうね。リシア奇跡ね、すみません、シリアじゃないわ。あ、これで自殺したんだ。投身自殺。で、それと、今ポイント、よし、1万9000。これなんかいけるっけ？あ、でも範囲3万。ちょっときついね。じゃあ、3万かな。まず、目標値。で、こっから、あ、これで一周してくるんだ。こういう風に。神座敷、座敷仏間。あれ？となると、あ、ぐるっと回ってきて、こっちなのか。あ、これうまいね。
よかったよかった。無駄にならなかった、探索ね。これは優しいわ。もう他ないもんな、アイテム。こっち。ほい、で、今ですね、この鍵、これは、こっち側からかかっていたんだ。じゃあ、どっちにしろいけませんでしたと。なので、多分これがいけるんじゃないの？だよね。でも、仮に詰まったとしたら、リールか。フィルムね。これ何？双子の部屋。ああ、これだいぶでっかいな。で、ここに行けるんだ。双子の部屋。まだすげえ音がする。なんだこれ。赤い布がかぶせられた小さな鏡台が並んでいる。その奥には人形が一対に並べられている。よく見ると、この部屋のものは全て一対のものになっているようだ。双子だからか。タンスの向こうに綺麗な屏風が立てられている。鼻の下を舞う破壊蝶の姿が描かれているようだ。あと、マリも2つあるね。なんだろう。なんか謎解きとかでね、1個しかないものがあるとか。これなんだこれ。壊れてしまったはいるが、古いからくり時計のようだ。と、タンス開いてるけど。よし、万葉丸。万葉丸は1個なんだな。かわいそうに。それか飲んだのかな。他これも何もないかな。双子の部屋。ちょっと待ってね。もうちょっと、連打しながら行こうかな。ゆっくり。ここら辺何もない。ここも何もない。で、これ兄弟ね。これなんだろうこれ。なんていうの、鼓っていうの、ポン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 言うやつ。これも鏡台。で、こっちの奥行けません。これも調べた。他は。あ、でもこれこっちもあんのか。これもね、多分、あ、引き出した。よし、90式。多分これも今のなんていうの、からくり時計かな。で、ここに90式があって、あと、これ本棚かな。棚には古い書物や巻物が並べられている。どれも何かの儀式についての記録が書かれているようだが、古くなっていて読み取ることはできない。他ないかな。待ってね、この上の、これ、あ、でもこれ取れないの？ちょっと待ってね。多分何もないかな。じゃあこの奥。なんだ。あ、二人か。座する人形。これ人形なのっていうか。人型かな、もしかして。で、これは日記。紫の表紙の日記。やばいやつだ。ただ、まともなやつだ。私の手が、あずみの首を絞めた。柔らかかった。温かかった。ゆっくり動いていた。でも、私の力だけだと、あずみは苦しいみたいだった。最後には、宮司様が手伝ってくださろうとしたけど、あずみは私だけにしてほしいと言った。私はあずみと一つになった。けど、やっぱりあずみはいなくなったんだ。もうお話もできない。お父様があずみを連れ戻してきてくれた。私はいっぱい謝った。あずみも私を許してくれた。もう殺したりしないから、もう誰にも殺させたりしないから。
お父様はアザミをムクロだと言って殺そうとしている。アザミを殺そうとしている。そんなことさせない。もうあんなことはさせない。連れ戻したムクロ。なんだろう。偽物っていうかね、なんだろうな。青水晶。これも聞いとこうね。ただまあ姿はそのアザミの姿をしてんのかな。今のがアザミのお姉ちゃんかな。この日記の主。で、こっち。このカメラ怖えな。いや、この口元怖っ。え、これどうすんの？あ、敵かこいつら。まず一匹。あ、でも消えたな。どうして殺すの？どっちだ？どこにいる？あ、だいぶ近い。これは、よし、ヒットした。いやー、この狭いところでやるのはちょっとね。あ、後ろにいたな。移動しながらっていう形かな、これは。ただね、近いんだよな、マジで。あ、多分これまずい。そう、捕まった。そこそこ強いのか、こいつら。いやー、これ困るな。あのね、ダッシュはできないんだよな、これ。多分この足元とかにこうパッと来んじゃないの？ほら。さあ顔面捉えて、よし、いいよ。あ、これは被弾した。ただまあダメージ安いんでね、これはちょっと掴ませてっていう感じかな。あれ消えた？あのね、多分消えたわ。あー、いたわ。おいー。フィラメント多い。もう一発食らうとこれまずいな。後ろ。さあヒットバック、これ決めて。次どっちかな。多分こっち。これちょっと回復しようか。若干危ないね。万葉丸。よし。これ万葉丸これ回復しすぎだろ。あの半分ぐらいでちょうどいいと思う。さあ、どこかな。あ、こっちね。あ、さらに、あらららら、どう？よし。さあ、フェイタルフレーム。二人とも行ったのか、これ。ペアなんだ。よし。さて、幼女ペア、ほふりました。あいつら怖えな、あの、口元のとこね。で、映写室、あー、なるほど。これでか。こう繋がってんだ、映写室と。左これいける？いけないと嬉しいな。大丈夫ね。あー、ただ、ここに扉あったわ。うお。ここも、ひなまちゅりルームだ。ちょい待ってな。先にあの、フィルム見ようか、じゃあ。せっかくなんで。いやー、でもこの万葉丸が大量にあるっていうね、これ本当に救いなんだよな、マジで。鬼のように大量にある。で、フィルムをまず取って、ここでですね、4だったっけ？ 3？3 か。
ああ、これ宮司か。縛ってんだな。今の多分民族学者と双子ね。黒沢家。となんかおばちゃんっぽい人。なんだあいつ。これ取っとこうね。いやーでもやだな。なるべくその痛みを与えて殺すっていう生贄にする。やだねー。体の例えばこうなんか下の方から1センチずつ、1日1センチずつ丸ノコとかで刻んでいくとかさ、やめてくれってなるわな。あ、で首がない。あ、これあったね。どこだったっけ、これどこだったっけ？仏壇層。ちょっと手前の方なんだよな。あとバカでかい箱ある。人形の後ろにある大きな箱のようなものに家紋が刻まれたボタンが2つある。押してみたが何の反応もない。これが、ああ、これが人形なんだね。ちょうど子供くらいの大きさの人形が飾られている。怖っ。人形師の手記、その3。茜が深道へと通ずるからくりを壊し、人形の一部を持ち去ってしまった。ついになる双子の人形を元に戻さねばならん。ムクロとなった、これなんだっけ、妹さんね。これを何とかへと落とし、その魂を黄泉に戻さねば。あの道は何とかにも通じている。無数の人形が部屋の中心を見つめるように配置されている。女性をかたどった日本人形ばかりで、男性の人形はない。さあ、なんか日本人形ってやっぱ不気味だよね、これね。怖いよね。埃をかぶった人形がろうそくの明かりに照らし出されている。ここは何か特別なことをする部屋だったのだろうか。こっちもね、特別なこと。ほいで、こっからですよ。こっから、そう、ずーっとこっちなんだよね。うなり声。これ怖えな。叫びをびっくりした。ここ何？これがね、明暗の廊下で、下に行けばセーブ地点がある。ああ、なに、メイとアンってこと？あ、違うんだ。フィルムリル4来たよ、もう。窓の外に別の部屋の窓が見える。おい、びっくりした、こんなの。バカか、お前。2874ポイント、うめえな、しかし。こんなんビビるでしょ。ただ、いい仕掛けだよね。そして、ポイントもうめえ。さあ、これで、隣行ける。これ、開くよなぁ、だよなぁ。待ってね。あ、でも狭いかな。あ、これが、あれか。もう片方の、こっちね。で、蓋があって、箱か。箱があって、これで何もないね。さあ、これで一周かな。よし。で、セーブ地点。これね、うまいな。だいたいね、30分から40分ぐらいでセーブさせてくれんの。よし。で、セーブ地点。じゃあ、そうですね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして。で、次回ですね。仏壇、ここか。こう、出て、こっち行って、ここら辺かな。ですかね。神座敷。で、これ取って、さらに戻って、どこだったっけ？戻って、人形の間か。こういった感じですね。これで進んでいきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、ツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。
ではね、また次回ゼロ赤い蝶でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。